下にあいつの監視を命じられたからずっと気づかれないように尾行してるけど、あいつ朝からずっと無目的にブラブラ歩き回ってるだけよね。もしかして私の尾行に気づいてる？だからあえて意味のある行動をせずにいるの？いやでもあいつそんな知恵が回りそうに見えないわよね。私の尾行は完璧なはずだし、足音を消すのとか得意だもん。ついでに魔法で気配を遮断してるし。うん、大丈夫大丈夫、私は着実に任務を果たしてみせるわ。なんたって私は陛下のお気に入りのいい子だもん。上手にお仕事をこなせば一度ぐらい褒めてもらえるかな。でもさすがに動きがなさすぎてだれてきた。もう飽きちゃったわ。私って集中力がないのかしら。あ、猫がいる。猫、おいでおいで。かわいいなあ。私の下僕にしてあげよっか。私大事な任務の途中なの。お前らと違って野良じゃないからね。ペットだからご主人様の役に立たないと捨てられちゃうのよ。にゃーにゃー泣いてる。かわいい。あれ？あいつがいない？ああ、もう！あいつって気配ないのよね。ちょっと目を離すと見失っちゃうわ。どこ行った？猫と遊んでる場合じゃなかったわ。どうしよう。探知魔法であいつの居場所を探れば。私の後ろにあいつの気配がある。さっきまで前を歩いてたのに。魔術式の構築をミスったかな。こういうせせこましい魔法は苦手なのよ。やばい、あいつの気配が近づいてくる。隠れる暇はなさそう。いや、あは、こんにちは。あの、さんま、今日はいい天気ね。交わしちゃったから今さら他人のふりもできないし。奇遇ね。こんなところで何してるのあんた。どうしようどうしよう。 なんとか適当に言い繕って早めに撤収するしかない。うん、そうしましょう。え、何か用ですかって、朝からずっと尾行してたでしょって。嘘でしょ、気づいてたの。私の尾行は完璧だったはずなのに。いやいや、何のことかしら。尾行なんてしてないわよ。自意識過剰なんじゃないの。おかしなことを言わないでよ。ふざけないでよ。殺すわよ。うん、わかればいいのよ。なんとかごまかせたわね。え、あんた道を聞きたいの？迷子なの？だから声をかけてきたのね。つうか朝からずっとうろうろしてたのは道に迷ってたからなの？付き合わされたこっちはたまったもんじゃないわよ。
的地はどこなの？つっても私もこの町には詳しくないから道案内とかは無理かも。いや、やればできるけどね。バカにしないでよ。ふむ、宿泊してるホテルの場所が分かんなくなったのね。あ、これってチャンスかも。こいつの寝床を突き止めて、その近所に私も宿を取れば、朝とか夜とかにもこいつの監視ができるわ。よし、気が変わったわ。あたしが道案内してあげる。困った時はお互い様だもんね。そうでしょ。ありがとうって。やあね、お礼なんていいのよ。バカのやつ。あんたは何も知らずに危険な存在を自らの寝床まで導いてしまうのよ。もっと他人を疑うことを覚えなさい。高い授業料になるわよ。眠ってる時とか無防備だもんね。これで煮るなり焼くなり好きにできるわ。何もかも私の思うがまま、私の自由よ。陛下もきっとよくやったって褒めてくれるわ。よし、そうと決まれば出発よ。ついてきなさい。何もかも全部私にどーっと任せておけばいいのよ。かけるんじゃないわよ。あれ、あんた何してんの、こんなところで。私はあんたには関係ないでしょ。しくったー。こいつが宿泊してるホテルの近所に私も潜伏して、こいつの動向を監視しようと思ってたのに。うん、それが私の任務だから。だけどホテルの利用の仕方とかわかんないし、私って住所とか身の証を立てるものが何もないし、宿屋の人間に怪しまれたから逃げてきちゃったのよね。つまらないことでつまずいて任務に失敗したら嫌だし、でも今日は外で泊まるって言ったから王宮にも帰れないし、行き場がなくて途方に暮れてたのよね。そしたらなぜか猫が集まってきたから、撫でたり買ってきた餌を与えたりしてたのよ。でもその辺の経緯をこいつに言うわけにもいかないし。ん？何その顔は。なんか文句でもあるの？はい？なんで心配してんのよ、生意気。あんたって変なやつね。ん？どうして変な声を出してたのかって？ああ、にゃーにゃー鳴き声がしたから気になって見に来たのね。好奇心旺盛ね、あんたって。街中とはいえ、最近はランドソルも治安が悪いんだし、あんまりフラフラ出歩かない方がいいわよ。それは、私も同じだって？そうね。まだ病み上がりだしな。暴漢とかに襲われたら抵抗できないわ。もう仕方ないし、お家に帰ろっかな。陛下には、こいつに気づかれそうになったからとっさに退避してきたとか言い訳してさ。まあ気づかれるどころか、こうして面と向き合っておしゃべりしちゃってるんだけど、あー、うまくいかないな。
私声に出してた？聞かなかったことにして、忘れて、ね。おっとっと、なぜか猫が私の衣装をよじ登ってきたわ。やめて、毛がつくでしょ。いい子にしててね、にゃんにゃん。何をじっと見て、猫が珍しいの？ああ、そっか、あんたって記憶喪失なんだっけ。これは猫っていう動物よ。可愛いでしょ。あんた、抱っこしてみる？そっとよ、落っことさないようにね。猫すっごい嫌がってる。引っかかれたら大変だからこっちに戻して。猫の爪とか口って雑菌まみれだしね、破傷風になっちゃうわよ。よいしょ。ぬくい。ん？何よ、じろじろ見ないでよ。私はずいぶん猫に好かれるのねって私は動物とか魔物とかに懐かれやすいのよ。ちょっと事情があってね。私の特殊な性質によるものだし、別に猫も私のことが好きなんじゃないと思うけど、私きっと誰にも愛されないから、本当の私を知ったら多分みんな私が嫌いになるわ。あんたは私が好きってバーカ！よく知りもしない相手を簡単に好きとか言うんじゃないわよ。わけわかんない、あんたって。そういうことはもっと愛されるべきいいやつに言ってあげて。さすがに夜更けだとちょっと冷えるわね。風邪ひかないうちに私帰ることにするわ。あんたもさっさと宿屋に戻ってベッドに入りなさいね。バイバーイ。バカみたい。結局仲良くおしゃべりしちゃったわ。なんか全然うまくいかないわ。当面の目的はティアノじゃない、ペコリーヌとあいつの監視。命令があったら魔物をけしかけて始末する。今んとこ監視を続行することになってるけど、私尾行とか下手なのかな。あっさり感づかれちゃった上、なぜか毎日毎晩一緒に食卓を囲むことになっちゃったし。うんうん、これも作戦通りよ。親密になることでよりたくさん情報をゲットできる立場を得たわけよ。前向きに考えましょう。私は決してミスってないわ。でもまあ陛下にそのことを説明しても納得してもらえないかもしれないし、まだ報告はしないでおこうと。陛下、どこに地雷が埋まってるかわかんないしな。たまに不意に切れるし。そういうところは私と似てるわよね。血のつながり感じちゃうわ。気をつけないとね。
っかり陛下の激励に触れてお前はもう用済みだって言われて捨てられちゃったら嫌だし、従順に任務をやり遂げてるって思っていてもらわないと、あいつらと仲良くなって陛下の欲しがってる情報をゲットできればいいわけだし、そしたら経過は問題じゃなくなる。いつだって大事なのは結果よ。うんうん。そっちに逃げたぞ、捕まえろ。何、一体何事よ。あ、キャル様、お疲れ様です。今こっちに誰か逃げてきませんでしたか。王宮の周辺を不審な奴がうろうろしてたんですよ。ああ、いやごめん、私もさっき王宮から出てきたばっかりだからわかんない。もう通り過ぎてどっか行っちゃったんじゃない。そうですか、了解です。その不審人物らしき奴を見かけたら大声を出してください。すぐに我らが駆けつけますので。お仕事ご苦労様。ちょっとあんた、連中どっか行っちゃったわよ。出てきなさい。やっぱりあんただったのね。とっさにかばっちゃったけど、あんたこんなところで何してんの。植え込みの中に潜んじゃってさ、本当に不審よ。散歩するにしても場所を選びなさいよ。ここはこの国の政治中枢、王宮よ。警備かなり厳しいんだからね。うろついてたらさっきの連中、王宮の警備が役目の武闘派ギルド、ナイトメアにとっ捕まっちゃうわよ。まあいいわ、立ち話してる場合じゃないでしょ。とりあえず逃がしてあげる。ほら、私と一緒に来なさい。誰にも見られずに王宮から離れられるルートがあるのよ。グズグズすんな。あんた、私の従者のふりをしときなさいよ。本来なら王宮の敷地内には王侯貴族しか立ち入れないんだからね。この細い道を通ってあの門から出ればランドソルの市街地よ。そこまで一緒に行ってあげるわ。たくも、いちいち手間かけさせるんじゃないわよ。あんたがナイトメアに捕まりでもしたらめんどくさいんだからね。いざとなれば私の権限で釈放させられるけどさ。ナイトメアは王宮直属とはいえ、最近じゃ王族への忠誠心も薄れてるし、実際ゴロつきの吹き溜まりみたいになってるんだから、捕まったらひどい目に遭わされるわよ。気をつけることね。別にあんたが心配なわけじゃないわよ。職場の近くで揉め事を起こされたら鬱陶しいってだけ。うん、私この王宮に仕えてるの。一応爵位もあるわ。だから王宮の敷地内にも入れるのよ、貴族様ってわけよ。ふふ、敬いなさいよヘミンガー。陛下の使い走りをするためには王宮に自由に出入りできた方がいいだろうって与えられた架空っていうか薄っぺらい身分だけどね。ってこれ喋っちゃダメじゃん。あーもうこっちばっかり情報を与えてどうすんのよ。あべこべよ、うまくいくん？
何よ、気安く頭を撫でないでくれる。よくわかんないけど元気出してって慰めてんじゃないわよ。っていうかあんまり馴れ馴れしくしないでよね。仲良くなればなるほど後で苦しくなるんだから。うんうん、独り言。それよりさ、あんたこの後暇？助けてあげたお礼にご飯でもおごってよ。おいしいものとかお腹いっぱい食べたいわ。何もかもうまくいかない残念な一日でも、おいしいものが食べられたらなんとなくハッピーって感じになるでしょ。薬草入りのおかゆが疲れた胃腸に染み渡るわ。あんたも好きなもんを注文しなさいよ。ここの料理はお腹に優しいのよ。おまけに最高に美味しい。みんなで一緒に食べに来たことあるから知ってるだろうけど。あれから気に入っちゃってね、よく食べに来るの。特に朝食を取るときに利用してるわ。このお店は勤め先、王宮からも近いしね。平和な一般家庭のお坊ちゃんお嬢ちゃんと違って、私には3食作ってくれるような親はいないしね。食べ物は自分で手に入れなきゃ飢え死にするのよ。だからもう正直あんたたちと一緒に食べ歩きができて助かってるわ。安くて美味しいお店とかいっぱい知ることができたしね。本音で言えば夕食だけじゃなく朝昼晩といつでも食べ歩きしたいぐらいよ。誰かと一緒に賑やかな食卓を囲みたいわ。まああんたたちにも生活があるし、毎回私に付き合わせるのも申し訳ないけどね。そんな風に仲良しな友達っぽく振る舞う権利は私にはないし。ごめん、こんなことをあんたに言っても仕方ないわよね。しかしまあ、いつだったかコロスケが言ってたけど、食べることは生きることよね。食生活が充実してると幸せだなって気分になってくるわ。なんだか最近とっても機嫌がいいの。あんたたちのおかげよ。ずっとこんな毎日が続けばいいのにね。ちょ、あんたなんか光ってるわよ。どうしたの急に。何これ、陛下はこんなこと何も言ってなかったのに。あー、くそ、最悪。財布どっかに落とした。うん、スリにでも盗まれた。どうしよう、うちこの駅からは遠いのよね。電車を使わないと徒歩で帰ったら日が沈むどころか夜が明けるわ。予備校からの帰りが遅いと怒られる。うちのママ私が言われた通りに動かないとどっかで悪さしてるんじゃないかとか思い込むしな。それで何回かバイトをクビになったし、せっかく仲良しのお友達ができそうだったのに。うぜぇ、あいつ死なないかな。
無駄に切れてても仕方ないか。どうにかして電車賃調達しないと。バイト先にでも行って給料を前借りさせてもらう。でもバイト先もどこも地元だし。なのにママが風水的に縁起がいいとか言って予備校だけ遠くの駅前にあるのを選ぶし。なんだよ風水ってバッカじゃねえの。ああ不幸だわ、全部ママのせいだ。家出したいな。このまま二度と帰らずにどっか遠い町で暮らそうかな。でもダメ、我慢。せめて大学ぐらい卒業しないと。今は就職とか厳しいみたいだし。そこまで耐えていい職についていい男でも捕まえて幸せになるのよ。それでママに私が幸せになったのはあんたのおかげじゃないからって言ってやるの。それが私の復讐なのよ。はあ、嫌な人生だわ。なんで私ばっかりこんな。ん？何よあんた、何を見てんのよ。偽物じゃねえわよ、殺すぞ。どうしたもこうしたもねえわよ。あんたに関係ある？ないでしょ。ナンパだかキャッチだか知らないけど、よそを当たれよバーカ。ん？何？聞こえなかったわ。はっきり喋ってくれる。は？電車賃よかったらお貸ししましょうかって。私が大声でわめいてたから心配になったって。ほっとけ、でっかいお世話よバーカ。惨めな女子中学生に優しくしてやってさ、自己満足にふけりたいの。でも残念でした、私は他人の優しさなんか信じないわ。どいつもこいつも善人ぶって高いところから他人を見下してさ。何すんじゃねえわよ、死ねばいいのよ、みんなみんなみんな。ちょ、何？あんた今何か投げつけたわね。やる気？喧嘩を売ってるなら買ってやるわよ。こっちとら路地裏で育った昭和のクソガキよ。暴力沙汰には慣れっこなんだからね。悪い、何だったのかしらあいつ。どうも制服から言ってこの近所の高校のやつっぽかったけど、顔は覚えたからね。次に見かけたら出会い頭に引っかいてやる。ん？あいつが投げつけてきたの何これ。よく見たら財布？あ、メモが入ってる。そういえば何か走り書きしてたわね。電車賃として使ってくださいって。はあ、何それ。これじゃまるでカツアゲしたみたいじゃない。確かにこれだけあれば普通に家まで電車で帰れるけど、助かっちゃうけど。あ、生徒手帳が入ってる。あいつはこういうのね。
住所まで書いてあるし、とりあえず電車賃分だけ借りて、お金は後でこの住所まで返しに行けばいいわよね。もらいっぱなしじゃ気持ち悪いし一応感謝しておいてやるわよ。こわー、キャルちゃんめちゃくちゃ柄悪いわね。見てるこっちがビビったわよ。完全に言動がヤンキーだったわ。どんな環境で育ったら中学生の女の子があんな言動するようになるのかしら。なんだかちょっと気になるわね。ごめんごめん、一応説明しとかないと戸惑うわよね。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。どうせ目が覚めたらほとんど忘れちゃうし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。あんたはあっちではキャルちゃんとはほとんど交流がなかったみたいだし、実際回想できそうな思い出もほとんどないんだけどね。もうちょっとだけ補足説明をしておくと、この出来事の数日後、あんたはお財布と電車賃を返しに来たキャルちゃんと再会することになるわ。そこでアストルム、ゲームですでに出会っていたことが分かって、お互いにびっくりっていう、あんたがよく経験してる例のあれがあったわけね。ただそれ以降も別にほとんど接点もなくて、あんたとキャルちゃんが仲良くなるような展開は最後までなかったのよ。どうも生活圏がほとんど重ならなかったみたいだしね。キャルちゃんも家庭の事情であんまりアストルムにログインできなかったみたいだから、だからこそ今あんたとキャルちゃんが出会って交流を重ねてるのが不思議なんだけど、誰かの何らかの意図がある気がするわ。まあ今はそんなことを考えても仕方ないか。単なる偶然かもしれないし。じゃあね、長々とだべってても仕方ないし、今日はこの辺で失礼するわ。バイバイ、またね。あんた大丈夫？体調でも悪いの？風邪とか？症状によっては私の回復魔法が効くかも。魔法は結構得意でね、いっぱい勉強と修行をしたからいろいろと使えるのよ。ん？何よじっと見て、私の顔になんかついてる？何よもう、変なやつ。それより料理が冷めちゃうからさっさと片付けちゃいなさい。私は午後からも仕事があるのよ。暇なあんたと違ってね。もう追加で注文しないなら先にお会計だけ済ませちゃうわよ。ん？あんた財布を忘れたの？間抜けね。いいわよ、どうせ今晩もみんなで一緒にご飯を食べるでしょ。その時に払ってくれたらいいから、ここは立て替えとくわ。ん？何よ、意外そうな顔をしないでよ。失礼ね。私そんなにお金にがめついやつに見える？あれ？どうしたのよ、どうしてそんなに怯えて何度も頭を下げるのよ。別に怒ってないわよ。私って顔が怖いのかしら。本当に今日はなんだか変よ、あんた。
この世界に特別な影響力を持つセブンクラウンズが、その権能の一部を譲渡した存在がプリンセスナイト。私もその一人。誰も信用しない孤高の支配者たる陛下が、私を見出して多少は信用して、自分の力を分割してまで私を取り立ててくれたのに、全然ダメね。全くプリンセスナイトの力を有効活用できてないわ。へこんじゃ、陛下に失望されたくないのに。そもそもプリンセスナイトって男性にしか受け負えない立場らしいけど、私は女の子だし、なんかこう回路ってかシステムに不具合が出てるんじゃないかしら。私のせいじゃないもん。でもそんな泣き言を口にしたら、じゃあ誰か他の男を選ぶからあんたはいらないとか言われて陛下に捨てられそうだし。陛下、そういうところドライだし、必死に頑張るしかないじゃない。よーし、基礎から理論を再確認しつつ地道に練習しましょう。そうよ、私はやればできる子よ。ほぼ初心者だったのに短時間で魔法だって習得したんだから、やればできる。私が陛下から与えられたプリンセスナイトの権能は、魔物を操作すること。自分の手足のように化け物どもを霊属させ酷使できる。なぜかシャドウとか呼ばれてるやつは上手に操れるようになったし、次は普通の魔物よ。完璧に操ってみせる。私の奴隷になりなさい。どっかに魔物がいないかしら。一発で操ってやるんだから。え？あれ？あんた何してんの？こんなところで。それよりも、あんた、私の独り言を聞いてた？やっばー、テンションを上げるために元気よく声を出してたからな。機密情報聞かれたかも。よりにもよってこいつに。どうしよう、殺す？もう殺すしかない？え？今日は風が強いから葉っぱとかがざわざわうるさくてよく聞こえなかった？本当、本当に本当ね。よかった。命拾いしたわね。てかあんた、こんな森の中で何してんの？街中と違って危険よ。魔物とかうろついてるんだからね。あんた、戦闘力ほぼ皆無の雑魚なのに不用心ね。やめてよね。人知れず魔物に襲われて殺されたり、森の中で遭難されたりしたら困るんだからね。え？心配してくれるのかって？バカじゃないの？別に、あんたなんかどうなろうと知ったこっちゃないわよ。でも、もう説明がめんどくさい。とりあえず、勘違いしないでよね。ん？私は何をしてたのかって？関係ないでしょ、あんたに。手伝えることがあるなら協力するって。なんで優しくしてくれるの？私のこと好きなの？って、あんたに手伝わせるわけにはいかないのよ。しないでよね。私たちは友達？違うでしょ。仲良くなったり好きになったりしたらさ、後が辛いだけなんだから。うんうん、
こっちの話。つーか、何度も聞くようだけど、マジで森の中で何してんの？ここめったに誰も来ないから、いい練習場所になると思ったのにな。うん、最近は大抵、私はここにいるわよ。だから何？ここは、私の縄張りだからね。気安く踏み込んで来ないでよ。いいわね。うん、わかればいいのよ。あんたは晩ご飯の食材を探しに来たのね。そんなもん、お店で買えばいいじゃない。貧乏なの？それなら、あたし食材探しを手伝ってあげるわよ。そういうのは得意なのよ、あたし。陛下に見つけてもらう前は、野良猫みたいな残念な暮らしをしてたからね。食材を見つけて目的を果たせばあんたは帰ってくれるでしょ。そうしましょう。遠慮しない。私の言うことを聞いていればいいのよ。あんたはさっさと立ち去ってほしいだけだからね。勘違いしないでよね。別にあんたのためじゃないんだからね。地道に練習を続けたおかげで、だいぶプリンセスナイトの剣能を使いこなせるようになってきた気がするわ。うんうん、私はやればできる子ね。まだ弱い魔物を数匹完全に制御するのが限界だけど、この調子ならそのうち強い魔物ももっと大量に支配できるようになるはずだわ。そうよ、何事にも段階ってものがあるのよね。いきなり強大な魔物をたくさん操ろうとしたからダメだったんだわ。言うこと聞かなくて暴走させちゃったりとかさ、強い魔物を長時間制御しようと思うと魔力や生命力を絞り取られて失神とかするしね。徐々に慣らしていくべきだったわ。重量上げの要領よね。手慣れてきたらもっと効率よく魔物を操れるようになるはず。暴走させたり失神したりのミスもせずに完全支配できる。私は魔物たちの女王になれる。陛下もきっと褒めてくれるはずだわ。そのためにも訓練を続けてちゃんと結果を出さないとね。成果を出さなくちゃ誰も努力なんて顧みてくれないのよ。ん？あれ？あんた。あんたね。ここには来るなって言ったわよね。なんなのよ。また食材でも探してるの？この森に怪しげな魔物が出没するって噂になってるから調査をしに来たの？そういうお仕事をしてるのね。まあご苦労さん。うん？怪しげな魔物？もしかして私が操ってる魔物のこと？私に操られることで不自然な動きをしてるしね。通行人がそれを目撃して驚いたとか？噂になってるんじゃ練習場所を変えなくちゃダメね。このミステリオン森林はいい具合に強弱入り混じって魔物が分布してるから好都合だったんだけどな。見たことない造形よ。新種？こいつがあんたが言ってた怪しげな魔物なの？
あんた戦うつもり？無茶よ。あんた弱っちいんだから。剣を構えて、もしかして私を守ろうとしてるの？バカじゃないの？ちっともかっこよくないんだから。そうだ、こういう時こそ私の能力を活用しなきゃ。見てなさい、この程度の魔物軽く操ってやるわ。え？ああ、うん、私そういう魔法みたいなのが使えるのよ。すごいでしょ。そのみんなには内緒ね。さあ支配されなさい。私に霊属しなさい。女王様とお呼び。女王様。喋った。え、言語を介するほど高位の魔物ってこと？やっばー、そんな強大な魔物はまだ操れないわよ。どうしよう、普通に攻撃魔法とかでぶち殺すべき。ちょっと待ってください。俺は魔物ではありません。人間です。ああ、よく見たらなんか着ぐるみっぽい。森の中って薄暗くて視界が不明瞭だから本物の魔物かと思ったわ。あんたね、驚かせないでよね。何のつもりよ、バカじゃないの。魔物のふりして通行人を驚かせて落とした荷物とかを奪う新種の盗賊ね。違います、盗賊なんかと一緒にしないでください。俺はただ魔物を見て怯えたり泣いたり悲鳴を上げたりする女の子を見ると異常に興奮するだけです。ただの新種の変態か。盗賊より立ちが悪いわよ、この変態犯罪者。もっと言ってください。悲鳴もいいけど罵声もいい。よくわかんないけど怖い。魔物よりも盗賊よりもだいぶ怖くてキモい。私の魔法で宇宙まで飛んでけ。ありがとうございます。なのよ、もう意味わかんないわよ。もうあんな変態が出没するなら次から練習場所を変えるべきかも。ああ、あんたなんか成り行きだけど、あんたの仕事も達成できたっぽくない？新種の魔物の正体は単なる変質者だったわ。その事実をまあ雇い主にでも報告すれば。あたしのおかげね、感謝しなさいよね。ああ、もうなんでかな、いつでも結局あんたに利する結果になっちゃうわね。不本意だわ、まったく。もう私別にあんたの役に立ちたいなんて思ってないし、あんたのことなんかちっとも好きじゃないのにね。ちょっと、あんたどこまで歩くのよ。私足痛くなっちゃった。何よこの不気味なところ。こんな人気のないところに私を連れ込んでどうする気ねえ、あんた。
ステリオン森林には変態が出没するから二度と近づきたくないし、代わりの練習場所を探してて、こいつに心当たりがあるって言うからとりあえずついてきたけど、ちょっと迂闊だったかな。もしかしたらこいつは私の正体に気づいていて、うまいこと人目のつかない場所に誘い込んでこっそり始末するつもりかも。そうよね、所詮私とあんたは敵同士だもんね。いいわよ、やろうってんなら相手になってやるわよ。いつかこんな日が来るって思ってたわ。なんてね。そんなわけないか、こいつだもんね。こいつ逆に心配になるぐらいお人よしだもん。ただ無口だし何を考えてんのかわかんないけど。いらっしゃいませ、第24回モンスターレースの会場へようこそ。げえ、あんたはこの間の変態。おお、あなたはいつへの罵倒語が小気味よい美少女。脱がしてください。ふざけないでよ、なんであんた捕まってないのよ。変態は刑務所に入ってなさいよ、死ねばいいのに。ありがとうございます。ともあれ、俺は捕まった者の初犯だったし、すぐに釈放されたんです。今は心を入れ替えてここで細々とした商いをやらせていただいております。永遠に臭い飯を食ってればいいのに。飽きないって何よ、どうせ変態の変態による変態のためのキモい犯罪でしょ。お縄になればいいのに。とんでもない、真っ当な商売ですよ。魔物を競争させてその勝ち負けを当てる、賭博場ですね、競馬みたいなものですよ。俺の実家が代々営業している政府公認の賭場です。ただ最近この近辺の魔物の性質が凶悪になっていましてね、捕獲や調教に苦労しているんです。けれど女王様は魔物を操ることができるのでしょう。そういった業務を依頼したく思ってこうしてお呼び立てしたのですよ。え、女王様って私のこと？なんで私のプリンセスナイトとしての権能を知ってんのよ。どこで調べたの？はい、この人に聞きました。なんで変態と仲良くなってんのよあんた。ああ、そういやこないだこいつの前でポロッとその辺行っちゃったっけ。魔物の捕獲や調教をね。確かに魔物を操る練習としてはうってつけかも。言っとくけど、魔物を操ってる間は自分は指先も動かせないから機種とかは無理だからね。大丈夫です、専門の機種を雇っておりますので。これでも意外と儲かってるんですよ。みんな賭け事は好きですからね。ただこのままだと商売上がったりなので、ぜひ我々と契約を結び調教などをしていただきたい。変態のいる職場は嫌だな。練習場所を探してたから都合はいいし、たまになら OK だけど、陛下が全くお小遣いくれないから収入も欲しかったし。契約成立ですね、よろしくお願いします。早速俺を調教してください。あんたは魔物じゃないわよね、そのふりをしてる変態でしょうが。まったく、もうろくでもない感じだけど一応感謝しとくわ。おかげで
練習場所どころか仕事までゲットできちゃったわよ。あんたってなんで私にこんなによくしてくれるの？いいやつよね、あんた。陛下はなんでこんな無害なお人よしを？まあ私は陛下に従うだけだけど、こんなに親切にしてくれる相手を私は裏切らなくちゃいけないのね。嫌だな、考えただけで気がめいるわ。おっと、次のレースが始まってしまいます。業務内容のご説明などは後ほどしますので、お二人もよかったら楽しんでいってください。だってさ、どうする？あんたレースの見物しよっか。あんたもわざわざ同伴してくれたんだし、私と一緒にいた時間を無駄だって思ってほしくないから、まあ適度に楽しんでほしいけど。ほら、屋台とかも出てるみたいよ。いろいろひっくるめたお礼に何かおごってあげる。これで貸し借りなしよ。ほら行きましょう。意外と結構な人混みね。はぐれないように手つなぐ。そこまで私たちは仲良し小良しじゃないか。見て見て、すっごい、本当に魔物が競争してるわ。意外と楽しいかな。刺激的。私歩きすぎて足痛いから、どっか座ってのんびり観戦しましょう。あー、屋台でたい焼きを買ってきたのね。あんた素早いわね、意外と。私もたい焼きは大好き。一口だけちょうだい。なんだかちょっぴりデートみたいね。よしよし。あ、こら動くな。ちゃんと命令を聞きなさいよ。もうもうもう。うわ、びっくりした。急に後ろから声をかけないでよ。あんたって気配ないのよ。かけたの？あー、ごめん、私集中してたから周りの声が聞こえなかったっぽい。なんか八つ当たりして悪かったわね。つうか、あんた私に何か用事？私は見ての通り仕事中だから、あんたの相手をしてられないんだけど。それとも、もしかして賭け事にハマっちゃった？モンスターレース、なんか大にぎわいでね、連日のように開催されてるけど、どんどん客が増えてるのよ。あんまり娯楽ないもんね、ランドソル。陛下の施策のせいだけどさ、みんなストレスを発散する機会がなくてクサクサしてるみたいよ。不満が爆発して暴動とかが起きなきゃいいけど。陛下はそういう一般庶民の気持ちとかおもんばかるのど下手くそだからな。周りが忠告しても聞かないし。いいけどね、陛下のやりたいようにやれば。でも、あんたにこんなことを言っても仕方ないか。それよりも今は魔物の調教中だから近づかないでよ。魔物が制御できなくなったら暴れ出すからね。
怪我するわよ。雇い主がまた新しい魔物を捕まえてきたから、私が調教してるの。それが私の仕事だしね。あくまで王宮勤めが本職ではあるけど、最近そっちは暇だからね。陛下が何か大掛かりなことをしようとしてるみたいで、その仕込みの時期っぽいけど。だからまあ、暇を持て余すのもあれだしさ、近頃はこっちのバイトばっかりしてるわ。でも今の私じゃなかなか好意の魔物は操れないのよね。まあ努力して、そのうちどんな魔物でも支配できるようになってみせるけど。なでんな。頑張り屋さんだねって子供扱いすんな。確かにあんたの方が年上だけどさ。え、この魔物、ムシフシは嗅覚が発達してるから、いい香りを嗅げば機嫌を良くする。なんでそんなことをしてるのよ。こいつ結構珍しい魔物よ。なんか最近そういう比較的どうでもいい魔物とか魔法の知識を不意に思い出すことがあるのね。あんたの記憶、断片的に戻ってきてるのかもね。確かにその魔物の好む食べ物とかを与えると言うことを聞かせやすくなるけどね。いい香りか。そういう魔法があった気がする。ちょっと試してみるわね。アドバイスありがとう。ん？サンドイッチくれるの？どうして？頑張ってる私に差し入れをしようと思ってこんな僻地まで来たの？なんでそんなに私に優しくしてくれるの？いや嬉しいけど、私はあんたにこんなに良くしてもらう資格はないんだけどな。こんなことを言っても仕方ないけど、あんた割と残酷なことをしてるわよ。また光ってる。こいつが謎の光を放ったら、よく観察しとけって陛下に言われてるけど、こいつが怪奇現象に見舞われてるのに、そんな風にのんきにしてられないわよ。雑誌はうちの近所じゃ売ってないもんな。あちこち駆けずり回ってようやく見つけたわ。普通の書店には置いてなくて、こんなアニメショップにあるってどういうことよ。もしかしてと思ってダメ元でこの店に入って正解だったわ。まああの人はアストルムの開発者だし、あの人に興味を持つ層もそっち方向の連中が多いのかしらね。だから攻略本とかと一緒に売ってるわけね。値段は結構高い。専門誌だもんね。購買数が少ない分値段を高くして採算取ってるわけか。くそ、資本主義に骨まで毒された豚どもめ。
ひふみ。よーし、ギリギリ帰るわ。あーでも帰りの電車賃がなくなっちゃう。歩いて帰るのはこっからじゃ大変すぎるしな。びっくりしたわ。急に肩を叩かないでよ、殺すわよ。なんなの、別に万引きとかじゃないわよ、普通に買うつもりだったし。あれ、店員じゃない、あんた、確か何かよ。借りた電車賃ならこないだ返したでしょ。気安く話しかけんじゃねえわよ、どっか失せろ。シシ、それともあんたもこの雑誌を狙ってるの。ダメよ、これは私が先に見つけたんだから私のよ、文句あるの。違う、知り合いを見つけたから普通に声をかけただけ。何を勝手に仲良しみたいに思ってるのよ。あんたとは数えるほどしか会ってないはずだけど。私が雑誌コーナーの前に居座ってるから邪魔だったのね。ごめんね、毒だよ。この雑誌さえ手に入れられたらこんな店に用事なんてないし。あんたは月刊アストルムを買うの。これよね、ついでだから取ってあげる。ほらよ。あんたまだあんなゲームをやってんのね。もう高校生なんでしょ、ゲームなんか卒業しなさいよ。私もやってたじゃんって、とっくの昔にやめたわよ、単なる興味本位だったし。アストルムではそういう名前で通してたっけか。名前つけるときにうっかり文字を打ち間違えたのよね。私ももちキルヤって言うじゃん、キルヤなんだけどね。親に隠れてこっそり耳をいじってたからさ、大慌てで入力してキャルって名前にしちゃったのよ。私の本名可愛くないしね、ギャルって結構気に入ってはいたんだけど。っていうかそもそも私普段からゲームとかあんまりしないし、マナ様が作ったゲームだって言うからどんなもんだか気になっただけ。マナ様って知らない？まああんまり表に出ない人だしね。この人よ、ほら私が買う雑誌の開発者インタビューに写真が出てるでしょ。この記事が読みたくて雑誌を探し回ったんだから。全然情報が出回らない謎めいた人だしね。今回のこれは貴重な顔出しインタビューなのよ。その人のファンなのかって。わー、ファンっていうのかな、マナ様と私の顔を見比べて何かに気づかない？ちょっとだけ似てない？そうでもない？似てるって言いなさいよ。この人さ、私の遠縁の兄弟かもしれないの。まあうちのママの妄言を信じればだけど、私にとっては大事なことなんだから。私のクソくだらない人生を少しだけでも輝かせてくれる希望なのよ。
私には神様みたいな人と同じ血が流れてる、そういう信仰っていうかさ。私ったらなんであんたにこんなことを喋ってるんだかね。じゃあね、もう用はないわよね。私は雑誌だけ買って帰るから。バイバイ。もう二度と会うこともないでしょうね。はい、お疲れ様。キャルちゃん、ちょびっとだけ言動が丸くなったかしら。初対面の時は思いっきり喧嘩腰で怖いぐらいだったけど、突っ張ってはいるけど、本来はどこにでもいる普通のいい子なのかもしれないわね。こっちのキャルちゃんを見てると特にそう思うわ。しかしマナか、意外な名前が出てきたわね。どうつながるのかしら。いろいろ推測はできるけど、嫌な予感しかしないわね。なんて言ったってマナ、千里マナってのはあんたにとっても無視できない存在だからね。一度世界を壊した張本人、セブンクラウンズカイザーインサイトの本名が千里マナなのよ。気になるわ。いろいろ調べてみるから、今回の夢はこれでおしまいね。何か分かったらまた夢の中で教えてあげる。まあ夢だから目覚めたらほとんど忘れちゃうんだけど、残るものはあるはずだしね。もしもの時に第六感が働いて危機を回避できたりとかさ。しかしまああんまり悠長にしてらんないかもね。あんたの平和な日常は思ったよりも長く続かないのかも。気をつけなさい。私には忠告することしかできないけど、私はあんたの味方だからね。今も昔も未来もずっと。よし、あんた今の見た？ムシフシほどの好意の魔物が完璧に私の言うことを聞いたわ。やっぱり私やればできる。陛下もきっと褒めてくれるわ。うん、あんた大丈夫？陛下が言うには、あんたが不思議な夢を見てる時も体に害はないはずなんだけど、回復魔法とか必要？どうしたの？あんた、なんだか怖い顔をしてるわよ。大丈夫よ。よくわかんないけど、あんたは、いいやつだもん。絶対に、不幸になんてならないわ。だから、何も心配いらないわよ。努力すれば、きっと願いは叶うし、頑張れば不可能なんてないのよ。私は、そう信じてる。辛いことも苦しいこともあったけど、今幸せだし、世の中ってきっとそういう風にできてるのよ。前向きに頑張れば誰だって幸せになれるわ。私だってあんただって誰だってさ、そうでしょ？ねえ、そうだって言ってよ。お願いよ、あんた。